久保さん,なんか久保さんと毎日やり取りしてるんでなんかご近所みたいですよね明日行っていいですかみたいな、まあ、距離あんま関係ないというかねなんかご近所みたいですよねだって毎日やってるもうご近所さんより毎日やってんじゃないかなっていうぐらいですけど明日よろしくお願いします、まあ、ちょっと移動してるのでまた多分まあ13時から14時にはつけるようにはしようかしたいなと思うんですけどまあ14時まあなんか七夕,七夕っすね久保さんちょうどよかったですね ちょっと曜日感覚僕ないんですけど、そう七夕でしたね。これ願い事が叶う的な。これいいんじゃないですか <laughs>？七夕の願い事を叶える方法とかね。ここいいんじゃないかな <laughs>？なんか偶然ですね。そう、七夕ですね。昔願い事書きましたね。七夕にうん。 いろいろと揉めるんじゃないかなとは思うんですけどまあ願い事は叶えられます叶えられます久保さんあの見ましたあの空飛ぶ空飛ぶ車でけん YouTube で検索していただくとニュースで7月1日のテレ東のニュースかなすごいですよいやマジで、あのー、空飛んでますからでなんかウィンみたいだからねライト兄弟が見たらねマジでビビると思うんですけど <laughs> 普通にあの 道路も走ってんで,すよでまあこういうそのなんだあるじゃないですか飛行機ので着陸するとこの飛行機がウィーンってパターンみたいなでパターンっつってでカシャンみたいなウィーンみたいなで後ろちょっとねそのたたんで後ろにちょっと持ってくるんで後ろがちょっとスーパーカーみたいになってますけどすごいっすよいやマジビビった空飛ぶ車が空飛ぶタイヤではなく車が本当飛んでますから あれビビりました、ね、で今もっと飛行距離をあの次開発モデルはもっと飛行,飛行できるみたいなであの次のオリンピック場所で次のオリンピック場所であのヘリコプターのタクシー次オリンピックの開催場所どこでしたっけ忘れましたけどそれに間に合うようにドローンの技術使ってその無人でここからここまで行けるっていうヘリコプターのタクシーも今作ってて試験運転してるんですよ。これすすごないですか いやあれね空飛ぶ車はちょっとねガチだったんでガチで飛んでたんでね 3D とかじゃないですからね <laughs> ここまで来ちゃったかみたいなねだか,だから願いは叶うってどういうことかっていうとでそれはじそのまあ昔から昔ね昭和の時代だったらねまあバック・ザ・フューチャーですよ ねまあ、映画の世界が今リアルにあるんですよすごないですかあの「バック・ザ・フィーチャー」でね「空飛んでました」ツつうかなんかでねであれがもう今ガチなんですよすごないですかほんとライト兄弟見たらねもう、まあ、あのメンタ飛び出るぐらいじゃビビるんじゃないかなと思うんですけどだからまあんまあ人間はね宇宙にも行けたし、まあ、今宇宙ステーションもあるし不可能なことはないんですよ、うん、で 100歩譲ってその夢だったり願い事っていうのがうーんその宇宙飛行士になりたいとかあの月,月で暮らしたいとかあの土星に行って暮らしたいとかっていうあまりにもちょっとぶっ飛んでることだったら叶えることは非常に難しいんですけどあのネットビジネスで月収100万とかネットビジネスでなんだ1億稼ぐっていうことはこれね可能です。 可能です。で,なんで可能って言えるかっていうと僕は久保さんの何度も言いますけど、あのー、コメントしかできなかった人ですよコメントしかできなかった人が今、うん、まああれですよだから鷲津さんも、まあ、僕の塾生さんも売り上げ多く行きましたけど何も分かんなかったんです。やれることはセミナー最初ね 何も分かんなくてやれることはスーツ着てまずセミナーに参加するそしてセミナーで名称をペコペコ配るっていうことしかできなかったんですよネットビジネス全く分かんないですそれでも今奥ですからねだからそういうなんか人たちを見てると僕は関係ないと思うんですよねだからまあ久保さんの前回の動画でも言ってましたけど結局吉谷さんだからできるんでしょう久保さんだからできるんでしょうだからあなたにできないんですよ だから自分がやろうと思わない限り無理なんですよかぎだ僕が久保さんに会いに行こうと思って思うだけではなく決めれば、まあ、事故がなければもう久保さん明日久保さんに僕は会ってますから,だから今日未来は決められるんですよねわかります思って決めてやれば思って決めて車走らせれば久保さんの家に到着するわけですよどんなに離れててもね決めて。 わかりますでも思ってたら思ってるだけじゃダメなんですよ。ね思ってるだけで久保さんが目の前に現れないですからね。今どこでまあ将来どこでもドアができるかも分かんないですけど、まあ、どこでもドアはねさすがにちょっとね僕が生きてる間にできるかどうかは、まあ、時空の関係がありますので、まあ、それちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、100年後とか200年後だったらどこでもドアができてるかもしれないですね。その時空のなんかそのなんか解明されてね。 タイムマシンとかかかもでできてるわんないですけど、まあ、3次元と4次元と2次元とかもその次元を行き来できる乗り物みたいなのね光の速度以上でもうめちゃめちゃ飛べるみたいなそれでどのこうのみたいなのあるかもしれないですけどまあ今とりあえずあのなんだ月収100万まあ僕はドリームアカデミアで月収100万を目指しましょうっていう塾をやってるんですけどそこは行けます。 で、なんで行けないかっていうと、行けないと思ってるからなんですよ。で、プラス、行こうと思っても、決めてないんですよ。行けたらいいな、なんですよ。わかりますここがすげえミソで、月収100万稼げたらいいな、なんですよ。じゃなくて、絶対マストなんです。久保さんの家に行く、マスト。はい、終了、行くだけですよ。で、あとは、そりゃ、ここ、ここによってね。例えば、 飛行機で久保さんの家に行くのか電車あ新幹線で行くのか車で行くのか歩きで行くのか自転車で行くのかバイクに行くのかによってその到達する時間は変わりますよだけどどの手段をとっても行けるんですよ、まあ、何かっていうとこれはスペックですよね車のスペック飛行機のスペック全部違うじゃないですかだから人それぞれスペックが違うので到達するまでの時間はまあ分かんないそれはあなたのスペックは分かんないんでただ月収100万に関してはいけます なぜならば20万円の商品をね5人に売ったらもう100万ですから人ネットを使って5人を集客することは不可能なのか可能ですもちろんコンバージョン100%っていうのは難しいかもしれないですけど、まあ、僕の熟成さんで40リストで300万みたいなね40リストをネット上で顧客を獲得しましたそこに対して30万の商品をセールスしました10名買っていただきました300万ですと っていう事例がありますでこの前俊英君っていうことを対談したんですけどその子も300万人生初のね24歳、まあ、今月の30日で25歳になりますけどあの月収300万突破しましたとでこれどうしたかっていうとえっ、ー、と19万8000円約20万円の商品を17人に売ったと17人ですよじゃ340万ぐらいですよね大丈夫かけたんですよね20万かける17はどれ,どれぐらいですか 340万ぐらいですよね、うん、じゃあその17人集客できないのって話じゃないですかいや今、まあ、うんまあ17人の,その制約率なんだろうなあのコンバージョン100%は難しいので、まあ、もうちょっと必要かもしれないですけどじゃあ17人売るために1万人集客しないといけないのかど,どうですかね17人に売るために1万人10万人100万人集客しないと17人に売れないのかなわけないですよ <laughs> なわけない。 もしそれが売れないんだったらそれは間違ってるってやり方がねだって僕なんかね久保さんもそうですけどめちゃめちゃ少ない再生数でもねもう僕鹿児島で独立してもう5年ですよ約もうちょっとで5年ですけどこれでずっとやってるので,でそれを教えてるわけですよ少ない再生ででも結局売上は作れるわけですよねだからそのそのやり方を勉強すればいいわけですよ いや吉田さん、そういうのじゃなくてもっとドカーンと一発ドカーンとかね、100万回とか回したいんですよって言ったらすみません、僕じゃないので他に行ってくださいと。いや僕はヒカキンみたいにチャンネル登録1000万目指してるんですよとかね、常時100万回回したいんですよ、僕じゃないんで他のところ行ってくださいと。僕は、うん、少ない再生数でも、初心者が YouTube を始める、うん、初心者がネットビジネスを始める、最初はアクセスが少ないです。 でそのアクセスが少ない中でもどう売り上げを作っていくのかっていうのを教えてます。だって最初から無理ですよ。いや、本当に無理ですからね。ジャニーズで有名人じゃなかったら YouTube 始めましただけで100万回とか回せないですよ。これ無理なんで。だから僕が教えてることは、うーん、なんだろうな。うーん、やっといた方がいいんじゃないかなっていう。まあ、あなたが100万回回回せるなら別ですけど。 いきなりリストバーンと取れるんだったらまた別ですけどね最初は少ないところからスタートなんでそこでもしっかり売り上げを作っていく方法を手段っていうのを勉強してしっかりやるべきですよこれを徹底的にやるってことです僕は少なくともそ,れそのやり方を自分でも教えてますけど自分もやってます今原稿ずっとですまるっと5年間ずっとやってます徹底的にだってアクセス少ないんだから <laughs> そう まあ、久保さんもね、あの、じゃあもうめちゃめちゃ爆発的な、あの、100万回回してる動画あるか、ないですよ。まあ、キットなやつは40万回ぐらいかな。ありますけど、100万回ないですね、1個も、うん。久保さんなんか8年、9年、もう YouTube やってると思いますけど、100万回、1回もないですよ、うん。見るような、1個もない。<laughs> そう。だけど、億です。億 <laughs> です。うん。だから、これでもできる方法をしっかり勉強して、 やるってことです、ね、自分でもできる方法をしっかり実践してやるってことですね。はい。ちょっと動画長くなっちゃいましたね。終わりたいと思います。またまた連絡します。ちょっとまだ移動中なんで。では。